リワードウィングは、日本の競争場。1985年のエリザベス女王杯を制した、グリーングラスの3区として、唯一の GI 勝ち馬である。主戦騎手は、内田邦夫。420kg 前後の小柄な馬。デビルは1984年10月14日、京都競馬場の新馬戦で、内田邦夫が騎乗し2着。その後も勝ち切れず、初勝利は5戦目で、 翌年2月の未勝利戦であった。そして小島貞博に乗り換わりチューリップ賞に挑戦するも5着。さらに忘れな、草賞も2着と、オープンクラスで前線忘れも本賞金の加算を逃す。5月、安城を内田に戻し、後に挑むエリザベス上杯と同じコースとなる、京都競馬場の芝2400メートルで行われた、自己条件の特別戦でようやく2勝目を挙げた。 その後もオークス出走を見送り、無理をしない程度に、月1走ペースで、自己条件のレースに出走するが、3勝目は9月の、長月特別までお預けとなった。ようやく10月に、初めて重賞に挑むも、後方待機のこの馬にとって先行馬有利の流れが、災いし、発着と完敗。そして20頭立てで6番人気で臨んだ、エリザベス王杯では、大歌唱馬、エルプス、 オークスは、ノアの箱舟一番人気やサクサスケールを相手に、後方追走から直線では、大外から一気に差し切り、当時のレースレコードとなる2分26秒8で、解消。内国産首謀バフグルの時代の中、トーグリーングラスの名をさらに高めた。同年に、エルプス、ノアの箱舟は、ターフを去ったが、リワードウィングは、翌々年まで引き続き、 内田を背に現役を続行した。しかし、大原ステークスの三着が最高で、結局、エリザベス女王派以降、一勝も上げられず引退。通算成績に伊豆支線4勝引退後は、繁殖品馬となる。これという代表産区は出なかったが、孫の世代でリワード保ン、リワードアンセルを出すなど、地道ながら、血は続いている。恒例のため繁殖品馬を引退し、 2002年2月より、功労場として観光施設に移り、余生を送る。他の子馬を見守るなど優しい一面を見せ、ファンも多く訪れたというが、2008年1月15日、老衰のため死亡した。ありがとうございます。